なんか質問とかある？なんか今どれぐらいなんか私に興味を持ってくれてるのかなっていうのがすごい気になでもいろんなこと喋って、やっぱり一番気になるのはさきちゃんなのは変わんないし、俺はずっとそういう誘うことがあった時にずっとさきちゃんって言い続けてるし、多分それはもうこれからも変わんないかなって。今ある環境下でできる限りさきちゃんのことを知っていきたいなって。聞けて、よかった。俺もよかったよ、エリ。本当に。本当に本当に分かんないのが、気になってるのは間違いないんですけど、まあ気になる、好き、結婚ってあった時に、今までの恋愛は気になるから好きっていうのはすぐに上がれたステージだったんですけど、今回は結構その上の結婚っていうのを結構意識しすぎちゃって、その好きに上がるハードルがだいぶ上がってるというか、もうもはや好きイコール結婚したいみたいな、なんか自分の中でもなんか気持ちの整理が追いつかないというか、なんで結構ハードルが高いと思うんですよね。